パノマティックルナ・グラスヒュッテオリジナルは、ドイツザクセン州、グラスヒュッテの街に本拠を構える高級時計メーカーで、ある。グラシュテと表記されることもある。会社の正式名称は、グラシュッターリー・インビトリエブ・ GMBH。世界最大の時計企業グループのスウォッチグループの、傘下にある。機械式時計のみを、ムーブメントから自社一貫生産しているマニュファクチュールで、ある。 グラスヒュッテ伝統のフライングトゥールビオンなど複雑式時計からクラシックスタイルのドレス時計、現代的なスポーツウォッチまで幅広い。グラスヒュッテの工房でマイスターによってグラスヒュッテの伝統技法に基づいて手作業で時計作りをしている。1845年フェルディナント・アドールフ・ランゲがザクセン王国のグラスヒュッテに時計工房を創業したのが期限。 その後、町には、複数の時計工房や、部品製作所、優れた技術者を育成する、時計学校などが設立され、グラスヒュッテは、スイスと並ぶ時計の一大生産地として発展した。第二次世界大戦後の1951年に、グラスヒュッテの町にあった、ランゲゾーネやウニオン、シュトラッサーローデといった、時計会社がすべてグラスヒュッテ国営時計会社に、 統合された。東西ドイツ統合後の1990年に、グラスヒュッテ国営時計会社は民営化され、グラスヒュッテオリジナルとなった。1994年以降は、戦前に製造していた高い品質の機械式時計製作に回帰し、部品のほとんどを自社工房内で製作している。2000年にスウォッチグループの参加に入り、最高級の時計を世界中に送り出している。 ありがとうございます。